皆さん、こんにちは。いつも応援しています。私は長年テニスをしており、自分の打ったボールの速さ、深さ、相手の体勢、視線などでどのような研究が来るかある程度予測できます。相手との1対1の対戦という通じるところもあり、一時期格闘ゲームもやっていました。しかし、相手の表情などが見えない格闘ゲームでは、相手がどんなことを考えてプレイしているのいるか全く読みませんでした。山田さんのプレイを見ていると相手がやりたいことを読めていると感じます。表情が見えない格闘ゲームというフィールドでどのように相手の思考を読んでいるのか教えてください。えっと、 ええとですね。まあこれはキャラクターのにもなんか一応動きがあるじゃないですか。前後の動きとかボタンとか。まあ、そういうキャラクターが出すサインですよね。で、なんかこういうことが来そうだなっていうのがわかるんですよ。まあ多分それがテニスでいうところの動作だったり視線だったりっていうことなんですけどね。ただ、えー、とこれ前々から思ってるんですけど、格闘ゲームに限らず何でもそうなんだけど、情報って多ければ多いほど、より、ええー、と、なんでしょうね。 実力差が出ると思うんですよ。だから、格闘ゲームって今オンラインが主流だし、まあ別にこれでいいんですけど、本当は多分隣り合わせで、相手の、隣り合わせっていうか、な、ま、ん、あ、なら相手の顔が見えて、相手の手元が見えてとかって、全部見えてる方が、それが当たり前になった方が実力差は出ると思います。情報量は増えるんで、耳とか目とかをもっとフル活用できた方が、本当は、 実力差が出ると思うんですけどもともと格闘ゲームってそういうもんじゃなかったんでまあ音聞こえなのはフェアじゃないよねっていう流れになってるけどより人間のそういう全部の感覚能力を使って戦うんであればそっちの方が実力差は出るだろうなと思いますね沖という格げの技術がいまいちイメージしにくくてわかりませんこでブランクのローリングアタックに対して龍の反り中ンを出すことは沖になりますか沖ですねそれはね個人的にも初心者講座は3が難しい印象です <laughs> なるほど。置きや差し返しは相手の技ありきで、自分の出した技がヒットした時に初めてその技が置きなどと称されているんでしょうか違います。置きっていうのは、うーん、まあなんでしょうね。置き。うんどう表現したらいいんでしょうね。置きは、だから、相手が手を出さないと意味ないんすよ。トラップみたいな感じですかね。トラップ。うーん。なんか触れると発射される区内とか。 まあ単純に地雷とか。そういうイメージですよね。通んないと何にも起きないんだけど、そこに通ると、通ったりなんか触れると、罠が発動するみたいなのが沖きですね。イメージとしては。だから、えっ、ー、と、罠は罠じゃないですか。その誰も、誰も引っかかんなかったかとしても罠は罠なんで、えっ、ー、と、置きっていうのはそういうものですね。うん。わかるかなそれで。意味わかるかな置いてるっていうのはそれ自体がもう、うまくいこうがうまくいく前が沖きです。 罠と同じです。罠はうまく行こう行き前が罠じゃないですか。落とし穴は誰が落ちなくても落とし穴じゃないですか。